正しさとは縁柱とはそれが何か見せつけてやる。ちっちゃな頃からもう下校、気づいたら柱になっていた。刃のような思考回路を持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、気が足りない、困っちまう、これを二度ものせい、あてもなったら混乱する剣士。それもそっか、任務の遂行は当然だと、後輩の動向も通勤時チェック、慎重な精神で出勤しは自殺罪じゃ当然のルールです。はぁ、梅梅梅はあなたが思うより健康です。一切火災のようなあなたじゃわからないかもね。あーよく似合う、そのかもなく不可もない駅弁。梅梅梅は柱は出来が違うので問題はなし。熱い人間、殴ったりするのは戒律違反だ。だったら己のその心をその刃に打ちつけて、撃てばマジやばない、止まれやしない、踏むを断ち切れ、どこまでも呼吸とともに炎上する奥義。心を燃やせ、暴れようにはそこにいればすぐに切りなさい。他の大使たちを思い皆守りなさい。相手の任務の先陣を切り、守り最低限の責務です。はぁ、梅梅梅はお腹が減っては限界です。全体工業収入の貢献者は私やろがい。まだ食いたりね、2番煎じ以下への駅弁。梅梅梅は弁当に食いついたその顔面に罰。です。梅梅梅はあなたが思うより健康です。一切火災のようなあなたじゃわからないかもね。ああうますぎる、何回聞かせるんだその